ウィリアム・スワードウィリアム・ヘンリー・スワードはアメリカ合衆国ニューヨーク州出身の政治家である。ニューヨーク州知事とアメリカ合衆国上院議員を務め、エイブラハム・リンカーンとアンドリュー・ジョンソン領大統領の下で国務長官を務めた。スワードはニューヨーク州オレンジ郡フロリダ村で生まれた。父親はサミュエル・スー・イージー・スワード、母親はメアリー・ジェニングス・スワードであった。 スワードはユニオンカレッジで法学を学び、1820年に優秀な成績で卒業した。1821年にフランシス・アデライン・ミラーと出会い、1824年10月20日に結婚した。夫妻には5人の子供が生まれた。妻の死んだ数年後の1870年、スワードは正式に友のオリーブ・リスレイ・スワードを養女にした。 スワードは若い時から奴隷制に激しく反対した。奴隷制の拡張に反対し、南部の州が逃亡奴隷を逃がすようにした者たちを引き渡すよう要求していたことに抵抗した。スワードの見解は、ジョージア州で働いていた時に目撃した奴隷制の現状によって一部形成されていた。スワードは次に、ニューヨーク州のフロリダとゴーシェーンで法律を研究し、 大ンーーに行ったギフ・イライ・ジャミラー判事の実務に加わった。29歳の時にホイック党からニューヨーク州上院にハン判ソンの立場で立候補し当選したので政治家になるために法律実務は中断した。さらに1838年ニューヨーク州知事に選ばれ1842年までの2期を務めた。スワードは州上院議員及び州知事として 進歩的な政策を推進した。その中には、刑務所の改善、教育費予算の増加、移民に対して母国語で教える学校や元々の宗教の会員が教える学校のアイデアなどがあった。1846年、スワードは2つの事件でどちらもアフリカ系アメリカ人が殺人で告発されている事件の弁護を引き受けた時に、故郷での論争の真っただ中に入った。一件は、 ヘンリー・ワイアットが知人を視察したものであり、もう一件は、ウィリアム・フリーマンが刑務所から出所後に一件の家に押入り4人を刺して殺したものだった。どちらの事件も被告人は精神的に病んでおり、刑務所で激しい虐待を受けていた。スワードは長い間刑務所の改善と、精神障害者の待遇改善に取り組んできており、 比較的新しい精神病を理由にした弁護法を使って、刑の執行を免れようとした。精神疾患のある被告に、人種差別的意味合いが強い裁判で、スワードは次のように訴えた。囚人の肌の色、及びその姿形は、過報に働く、精神的に不滅の心に印象付けられはしない。人間の自尊心にもかかわらず、彼は、今も、 あなたの兄弟であり私の兄弟である。その姿と色において彼の父なる神に受け入れられ認められる。それはあなたの神であり私の神である。さらに我々と等しく我々人類の誇り高き遺産を持っている。それは我々の作り主の思い描くものである。彼を抱きしめそして人間であると。後にスワードはフリーマンの儀形帝をその雄弁さゆえに褒めて 言葉を引用した。結局二人に有罪判決が下され、ワイアットは公主刑になり、フリーマンはスワードが活発に抗議している間に告示した。リンカーンが閣議を開き奴隷解放宣言の総行を初めて読み上げているところ、前列右から二人目がスワード。1849年、スワードは保育党からアメリカ合衆国上院議員に当選し、 反奴隷制を掲げる指導者として、頭角を表した。保育党員仲間としてスワードは、ザカリー・テイラーの友人であり、テイラーが大統領選に出馬した時は、彼は最も紳士的で、親しみやすい男だと言って支援した。スワードは、逃亡奴隷法に反対し、法廷では、逃亡奴隷を弁護した。スワードは、憲法よりも、工事の法があると信じ、奴隷制は、 道徳的に誤りであると主張した。この論理を逃亡奴隷の弁護や個人的自由の処方の指示を正当化する材料として使った。1850年、スワードは1850年協定に反対票を当時、もし奴隷制が廃止されないならばアメリカは内戦に巻き込まれるという演説を行った。スワードはその後も10年間この見解を主張し続けた。 自分自身を奴隷勢力の指導的敵対者として表現していた。奴隷勢力は南部の奴隷所有者が政府を掌握し自由の進展を妨げようとする陰謀と認識されていた。ホイッグ党の統制が衰退するとスワードは1855年に共和党に参入しニューヨーク州から再度上院議員に選ばれた。この時までにスワードの意見は中道寄りとなり、 求心的共和党員として知られる集団との付き合いが疎遠になっていた。1856年の大統領候補指名では、ジョン・フレモントに敗れた。1860年の候補指名は得られると予測していたが、多くの大議員は、スワードの求心的な過去が指名を勝ち取ることを妨げるのではないかと恐れた。しかし、これすぐリーリーのような求心派もスワードが、 おし寄りになったことに怒って、スワードに反対した。ヨーロッパで起きていることを見ると、フレモントにイデオロギー的に近いカール・マルクスが、スワードを、共和主義的リシュリューやフレモントの大統領への野望を妨げる、共和党のデモス・テネスと軽蔑的に見ていた。エーブラハム・リンカーンが指名された時、スワードは、忠実に彼を支持し、1860年の秋には、 西部に長い遊説の旅に出た。エーブラハムリンカーンは1861年にスワードを国務長官に指名し、スワードはこの職を1869年まで続けた。国務長官としてのスワードはアメリカ合衆国が西部に拡大すべきと主張した。アラスカ購入の交渉に尽力し、1867年3月30日、586,412、 平方マイルの土地を720万ドルでロシアから購入した。これはテキサス州の2倍以上の広さにあたる。購入価格は1英館あたり約2000トにしかならなかったが、この辺境の地を購入したことについて大衆からは、スワードの具工とか、スワードの冷蔵庫とか、アンドリュー・ジョンソンの北極グマ庭園などとあざけられた。今日、アラスカ州では3月の最後の月曜日を、 スワードの日として購入したことを祝っている。スワードは他にもデンマーク領、バージン諸島とドミニカのサマナ湾を併合し、また、パナマをアメリカの統治下に置く格索をした。しかし、上院はこれらの条約を批准しなかった。1865年4月14日、ジョン・ウィルクス・ブースがリンカーンを暗殺したのと同じ夜、同じ時間に、ブースの仲間、ルイス・パウエルが、 スワードを暗殺しようとした。スワードの重木ウィリアムベルを医薬品の配達のために来たと欺いて丁内に侵入した。スワードは4月5日に馬車の事故にあって負傷し、養生していた。パウエルが2階に上がろうとすると、長男のフレデリック・ウィリアム・スワードが出てきた。パウエルの行動を不審に思ったフレデリックが、父親は眠っているため帰ってほしいとパウエルに伝えると、 パウエルは階段を降りるふりをしたが、突然振り向いて突進し、フレデリックの頭に銃を突きつけた。しかし、銃が不発であったため、パウエルはパニックになって、フレデリックの頭を重傷で何度も叩きつけた。フレデリックは重傷を負って倒れた。続いてパウエルは、ウィリアム・スワードの寝室に飛び込み、スワードの顔と首を何度か刃物で刺した。 パウエルは、スワードの他の子供二人、息子のオーガスタスと娘のファニー、看護兵として勤務していたジョージ・ロビンソン軍曹、およびパウエルが逃げる時にちょうど到着した、電報配達人、エメリック・アンセルにも傷を負わせた。スワードが目覚めた時、妻のフランシスが、スプーンで紅茶を飲ませようとしていたと報告されている。襲撃の時に、スワードは、先の事故に対する手当のために、 顎のそえぎをつけており、これで命を奪われずに済んだと言われている。しかし、顔の傷跡は終わり生き残った。この夜の出来事で妻や娘のファニーにショックを与え、心配させることになった。妻のフランシスはこの年の6月に死に、ファニーは翌1866年10月に死んだ。パウエルは翌日逮捕され、1865年7月7日に、 リンカーの暗殺計画に加担した他の三人と共に処刑された。スワードはユリシーズ・グラントが大統領になると国務長官を辞任した。晩年、スワードは旅行を楽しみ、著作に励んだ。最も有名なのは1870年7月から1871年9月にかけて14ヶ月と2日で世界一周をしたことである。子であり、 愛人でもあったオリーブスワードが同行し、後に旅行記を編集した。横浜、兵庫、長崎にも帰港し、10月4日には、沢信義外務卿と会談し、10月9日に、明治天皇に越見した。1872年10月10日、ニューヨーク州オーバーンの自宅で、呼吸困難に陥り死んだ。最後の言葉は子供たちに当てたもので、互いに愛せよであった。 意外は、オーバーンのフォートヒル墓地に妻や子供のコーネリアとファニーと共に埋葬された。墓悲鳴には彼は誠実だったと記されている。スワードの息子フレデリックが参観からなるスワードの回想録を編集し出版した。ニューヨーク市のマディソン公園にあるスワードの銅像。ありがとうございます。